は川谷、スリーポイント、ディープスリーだ、決まった。2本連続で、ね、アレックス・デイビスもポジションを変える。大浦、ウィングからのスリーだ、決まりました。あ、これは大きい。大浦来ました。大浦、裏を取りました。最初のオフェンス阻みました秋田。安岡から速い展開、大浦もう打った、決めた。いいタイミングですね、はい、まず合わなかったですね、チャンスではありましたが、はい、秋田ボールに変わりました。大浦がミドルショット決まりました。プレーでリードしています。タディ・コールビー、大浦そうだから大浦のドライブです。それだけ警戒も必要なんですが、ほらベースラインからのアタック決まった。難しいと、今シーズンは5勝19敗という苦しいシーズンとなっています。白のユニフォーム、3円ネオフェニックス、スリーポイント決めてきました。大浦、大浦選手来ましたね。疲れてるが、おーっとディフェンス疲れながら、古川からカーター、カーター、そしてポイントガード大浦、遠目からのディープスリー、素晴らしいスリーポイントシュート。まだ今日スリーポイントありません、ね、ラインを見て大浦スリーポイント成功。ここはよく決めましたね、マスティル、非常に強い。さあまた大浦が取る、ターンオーバーになります。大浦の個人技持っていってゴールした、決めてきた。